皆さんこんにちは。高校野球 .com の下田です。今回は以前公開し大好評だった帝京の前田監督が教え子について語るシリーズの特別編として、人気野球 YouTuber の徳さんについて語っていただきました。徳さんは帝京高校 OB で2002年の夏の甲子園に出場しています。そんな徳さんの高校時代のエピソードについて前田監督に語っていただき、そして徳さんご本人にも高校時代のエピソードや前田監督との思い出を語っていただきました。甲子園行ったね、はい、でもうまくなかったんだけども、まあまあいいものあった、野球で言えば、はあ、うん、足が速い、はい、それでバッティングはまあまあ悪くはなかった、はい、ただ守らすところないんでね、はい、でもやっぱりこう非常にこうね、真面目に口がやっぱり出る子だったから、ベンチ置いてても、はい、うん、全然もうプラスになった子ですから、はい、で甲子園あれで連れてきましたね、もう甲子園でもあそこにプレーはできませんでしたけども、もうフォアボールでランナーが出て肘のガードだとか、はい、ああいうものを取りにねダッシュしてこう取りに行ってベンチまでダッシュして帰ってくる、そういう光景は目に浮かんでますよ。徳さんは高校時代を振り返ると、周りには体が大きい選手が多く圧倒されたといいます。そういう選手たちに負けないために自分の役割を全うすることを心がけました。相手にはされなかったんで、体ちっちゃかったんで、みんな体大きい中でやってたので、なかなかこう練習にも参加とかはできなかったんですけど、まあ、自分なりに一生懸命全力でボール拾いやったりとか、シートバッティングの時のランナーをもう死ぬほど全力でやったりしたら、なんていうか目つけられて、でベンチ入りしたりして、まあ、そこでなんかこう役割っていうのは確かに学んだかもしれないですね、今喋ってて思い返すと、うん、誰しもがエースで4番じゃないけど、何かしらこう頑張って光らせていけば、目は出てくるのかなってい いうのは思いましたね。結局それが大学で花開いたので、うん、そこを学びました。3年間を振り返ると、とにかく前田監督の厳しい指導があり、何度も挫折しそうになった経験があったといいます。もう一回立ち向かって、真正面からぶつかって、まあ、やりきったことで、まあ、最後の夏いい思いできたので、2002年の84回大会出れたので、甲子園に、うん、まあ、甲子園に出たから報われたって言ったらそうなのかもしれないんですけど、まあ、でもやりきってよかったなと思いましたね、うん、最後まで。卒業後、徳さんは創価大に進学し、首位打者を獲得するなどドラフト候補として注目されるまでになりました。現在は人気 YouTuber として活躍する教え子の姿に前田監督はどう見ているのでしょうか。積極的にこう話をするのが好きでね、はい、そういうタイプですか。先ほど言ったように長所ですよ、彼。それを生かしてんじゃないのかな、うん、そういうのやっぱ何回か見ましたけどね、なかなかいいあれもキャラしてるな、はい、いいじゃないですか。最後に前田監督は自分の長所を生かす大事さを語っていただきました。プロ野球選手で活躍してんのもいるし、芸能界でも活躍してんのもいるし、いいじゃないですかね。だからまだ言ったように、もう野球が下手くそなんて絶対長所あるんだからね、それ生かせばいいんだよ。俺だって野球は下手くそだったんだから、大学では一回も公式戦出てないんだから、俺も高校の監督になれんだし甲子園行けんだから、まあそれが長所かどうかわからんけど、でも頑張ればね、まあ、要するには生かされんだから、ね、そういう話はします。実績に下手くそでもね、諦めるな、諦めないでやれと、絶対もう自分の長所なんだから、ね、それを探せばいいんだよ。野球が下手くそだからね、無理やなんてやめるなんてもそうなんだ。
前田監督、徳さん、ありがとうございました。トンネルズの石橋貴明さんや、北海道日本ハムファイターズの杉谷拳士選手の高校時代を聞いた動画は公開中ですので、ぜひチェックしてみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。